はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回もですね、後編、後編って言っても途中じゃないんですけど、前編をぜひ見ていただきたいんですけど、一応ルールの、説明だけさせていただくと、今このワールドには、柱と、あと、柱しかいないかな。あと鬼の王ですね。しかおりません。で、一度やられたキャラクター、要は柱ですね。柱は、もう絶対二度と戻りません。もう死亡しましたってなって。で、現在、忍さんと甘露寺さんと煉獄さんを倒したのかな、確か。で、あと全員を、倒して、産屋敷を、捕獲するという、任務でございます。だから、ほとんどの人が追ってきます。ほとんどの敵が。だから本当に味方と呼ぶべきか、鬼の王も襲っては来るから、あれだけど、鬼の王ぐらい、一緒に柱と戦ってくれるのは、っていう形ですね。一緒には戦ってくれないんだけどさ。で、今のところ2回やられておりまして、残り1回となっております。はい。で、今こんな感じですね、血の量。いやー、かなり、さっき、前回はちょっとね、血の量低す、ちょっと運が悪すぎたからね。今回行きましょう。で、先に鬼化しておきたいので、1個飲ませていただきますと。よし、じゃあこれでいきます。頼むぞ、ここすごい重要だから。はい、さあ、マックス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 、はい !30! うおっ、いや、悪くない、37は？いや、悪くない。これは今回いけるんじゃない？もうやられたらもうこのままエンドカードだからね。あれ、37か。いや、いいよ。このままエンドカードだけはマジで避けないといけない。で、装備はこのように、黒脂肪のアタムプラス8、無惨様の触手、そして無一郎くんのつけておりますと。かなり強いやつですね。ちょっと待って。敵にいきなり襲われそうだから、ここにしよう。では、いきます。さあ、果たして、どうなるのか。待ってくれ。まだ待ってくれ、待ってくれ。まあ、待ってくれ。ちょっと強くなるまで待ってくれたまえよ。で、コメント欄でね、ちょっとZ 技使ってなかったので、この、無惨の触手の、もう使っていきましょう。いや、これかなりいいぞ。37個って相当じゃないか。でも、その代わり、進捗がこれなんだよね。だから37個飲んでいたところで、ハードだし、柱相手にもかなり厳しいとは思うけど、でも意外と勝ててたから、ほら、これも使っていかないとね。でもね、これね、Z 技がちょっとね、WASD なんか普段やってるから、ちょっと、打つ場所がちょっと難しいんだよな。じゃあ、国血鬼局と、これと、で、あと一緒に、そうだね、一緒に Z 技もその後使うって感じで、ちょっと攻撃回数増えるか。じゃあ行きましょうか。で、慎重に行くぞ。で、気をつけないといけないのが、やっぱり、無一郎くんだね。無一郎くんがなかなか強いと思うから、無一郎くんに今日、あ、鬼のが今、何？あ、ぶつかった。いたね。今度こそいた、イグロさん。まず食べて。食べてから行くぞ。いざ、尋常に国血鬼局で、ほら！いや、すげえ！待って！ほら！どうだ。常に絶え間なく攻撃をするという戦い方。どうだ、いいんじゃない？この常に攻撃のことしか考えてない鬼舞辻無惨。どうだ？ Z 技で、さらに攻撃が、常に攻撃できる、この形。終わり？ちょっと待って、みんな待ってくれ！待ってくれ！ごめん。待ってくれ、ピコンじゃない、ごめんなさい、皆さん、ちょっと待って、まだ終わらないで、エンドカード行かないで、待って、ストップだぞ、編集のトライアングル、待て、お菓子あげるから、ちょっと、もう一度だけチャンスをもらっていいでしょうか、敗北でいいですので、エキシビションということで、ごめんなさい、これは納得できない、これは、マジですか。嘘でしょ？あそこでやられる要素ある？今。イグロさん残り、こんな体力減ってたっけな？もうちょい引きましょう。ここで最後です。はい、ちなみにこんな感じになっております。ここは40もしくは45を引いていきたい。はい！頼むぞ。最後だ。もう最後ってか、もう負けは確定してる。はい！ 20は厳しいが、いやでも、さっきはちょっと正直、いけるじゃろみたいな。なんかちょっとさ、天狗になってた。ちょっとゴリ押しすぎていたと思うんですよ。だから、今度は僕は弱い。柱より弱いんだと。
慎重に、慎重に行きましょう。なんか今のはちょっと、なんか、あれだなぁ。腑に落ちないなぁ。かなおちゃん倒すか。かなおちゃん倒しましょう。骨血鬼曲でいいかな。行くぞ。ほら！で、からの、連続 Z 技 !Z 戦士いいぞ。よしよし。絶対倒す、絶対。止まった、止まった。ほら、危ねえ危ねえ。呼吸素材、呼吸素材、呼吸素材。ちょ、どこ行った、どこ行った、どこ行った。すぐ相手の場所、見分ける。そう。で、Z 技よし、いいぞ。どこ行った、どこ行った、どこ行った、どこ行った。ほら！やばい！そうか、なるほど。こういう感じでだんだん体力減ってきていたのか。大丈夫、高血気君。待って、ダメだ、これ Z 技打つとさ、Z のボタンのせいで動きが悪くなる。ちょっとこれ右クリックだけにするか。ちょっとダメだね。Z 技打つとね、指の、なんて言えばいいんだろう。ちょっと説明が難しい。だけど、キーボードが Z 側にあるとね、ちょっと動きが変になる。いつもと。それよりもこうやってジャンプして避けることに専念した方がいい気がする。まだ、衝撃は今日やったらほぼ体力がゼロ。待て、品塚さんもいるじゃん。やるしかね。ほらお、んこれ最初殴んないといけないな。ほら、勝負ださあ、勝負だほら、やってやるよほら、うずいさんかかってこい !Z 技も使ってやるもうこうなったらもう、ごめん、動画、いやー待ってくれこれ強すぎるって違うだろうあ皆さん本当に申し訳ありません。あと1回だけいいでしょうか。もうさすがにちょっとね、皆様の信頼を失ってしまうので、もうこれで負けたら即エンドカードいきます。ごめんなさい。本当にもうすぐエンドカードいきます。はい、ということで今こんな感じだよね、なってるので、これだと40、45だな。これを2つ引かないときつい。頼む、本当に本当にお願い、本当に40、45、頼む。よーし、よし、45じゃないけど、よし、40だったらまだある。よかった、よし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 、これならまだある、まだワンチャンあるぞ。絶対クリアするんだ。いきます、では。ここで始めて大丈夫か。大丈夫ね、いきなり柱でポーンとかないよね、大丈夫ね。じゃあ、飲ませていただきます。いやー、40だったら、まあ、油断せずに行こう。もう絶対、さっきのイグロさんみたいな感じで、あれ動画見返したんだけどさ、あれから編集ちょっとやって。結構やっぱハート1段までいかないけど、8個ぐらい残ってたんだよね。それが一気にやられたってことで、やっぱあざものが強いのかな。ちょっとイグロさんとかあざもの持ちにはかなり注意が必要かもしれない。いやーでも40個だったら、境外とかもいないもんだと思う。いないわ、境外。うずいさんいる。ちょ、うずいさん倒そうぜ。大丈夫。多分、今回だったら大丈夫だと思う。まず、骨血鬼曲じゃん、多分無理だな。いきます。これ多分最初、殴んないといけない。で、勝負だ！で、Z 技も打つ！ Z 技打って、おら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 大丈夫大丈夫、食らわない。で、Z、どこ行った痛い痛い痛い。で、さらに骨血鬼曲からの Z 技からの骨血鬼曲。なんだこの骨血鬼曲時刻は。まさしく本物の無惨。Z 技誰かいない？誰か来て。あ、オッケーオッケーオッケー。よし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 、オッケー。で、イグロさんもいるね。あれ、リベンジした、イグロさん。私の全てを奪った。僕の全てを奪ったイグロさんと絶対勝たないといけない。でも、イグロさん、あざ持ちなんだよな。ほら。で、Z 技。Z 技打って、呼吸も相殺しつつ、どこ行った？痛い。Z 技。どこ行った？痛い。あっち行って痛い。さあ、こっからあざになるぞ。あざになってからが怖い。今よし。Z 技離しつつ、もう一回、よーし来た、いけるぞ、今回勝てるぞ。すげえ。やばいな、品塚さんなんだよね。あざ持ちにもなるし、強いし、いた。いや、もう先やっとくか。やばい人。品塚さんに勝てば、あとは、義勇さんぐらいだ、やばい。無一郎くん、結構いるじゃん。今まで下げてた人いるじゃん。いや、いける。大丈夫。くそ。いなくなった。無一郎くん、先無一郎くん行こう。姫島さんは最後だ。よし、大丈夫。ち、40個だったらさすがに勝てると思う。どこ行った。いた！よし！集中して！朝来た！よし！無一郎くん、おぼろは確かに強いが、ステータス的には弱い。弱いわけじゃないんだけど、耐久値はそんなに強くない。
さらにこちら柱稽古もしていてかなり強くなっている。で、姫島さんも意外とね、確かに体力は強い、移動速度も速いんだけど、呼吸しかが1個しかないから意外と戦いやすい。どうも、痛い、びっくりパーン。どうする、一回やってみよう、やろう。単純に N その CP と戦うんだったら確かにこの姫島さんはガチで強いんだけど、こうやってプレイヤーと戦うとなると姫島さんは正直戦いやすい。そのほら、これ呼吸技あるじゃないですか。これね、遠距離攻撃がないんですよ。あの品津川さんみたいにそのいーってそぎとかさ、そういう技がないからまだ正直戦いやすい。そう、呼吸がまだ1個しかないからね、これからの姫島さんに期待だ。よし、あと、うずいさんと、品川さんだ。最強の二人が揃った。残り二人。せっかくだから炭治郎を倒すか。多分勝てると思う。進捗全然上がってないから。勝てると思うから。炭治郎倒しとくか。あれまだ鬼のになってないよね。通常炭治郎だね。オッケー。よしよしよし。これは多分勝てると思う。よし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 。そうだね。いける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 。これは大丈夫。全然効かない。どこ行った？一応倒しておこう。完全にもう鬼殺隊をこの世から消してしまおうという、この無惨の考え。素晴らしいと思います。よし。さあ、伊之助も倒したよね。で、善逸も倒したから、もうここにいる敵対する鬼殺隊及び、痛い。やるしかね。もう確かに僕の敗北は決定しているが、行くぞ！品津川さん、一番って言っていいほどやばいと思う。だが、この Z 技、Z 戦士、この無惨により、ほら、痛い、今のところ半分か。いや、いけるぞ、この、いや、でもこっからあざまで、いってあざ強いんご、痛い、やばい、しかもこっから体力一残りがあるから、品塚さんは、いって、やべ、いや、でも回復してる暇ない、回復したら負ける。回復したら負ける、やっ倒したけどね、品塚さんバグでね、あれなんですよ、あの消滅なんないんですよ、残念ながら。あの柱稽古もなんないし、進捗とかにも何にも関係ないんですよ、これ品塚さん存在がないことになってるって言ったらなんかあれだけど、痛い、やっぱり痛い、行くぞ、周り品塚さんチェック、いないね。最後だ、勝負だ、最強の柱よ、セット、アザももちろん牛さんだから、もちろんアザ持ち。しかし残念ながら牛さんとは僕は正直戦いやすい、飛び道具がないからね。終わりだー。よーし、はい、ということで無事、産屋敷さんを捕獲っていうわけにはもちろんいきません。はい、もう無残になることもやめました。はい、もう完全敗北でございます。2回もお慈悲をいただき、ようやくクリアすることができました。次回はですね、ちゃんと、指定された回数で、まあ、また柱に挑戦して倒して、今度こそ産屋敷さんを捕獲しようかなと思います。で、今回企画成功したらね、無限城に行って、牢屋作って産屋敷さん入れて、これでじゃあお疲れ様でしたってやろうと思ってたんですけど、残念ながらここでお別れですね。はい、ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。あとですね、お気づきかなと思うんですけど、昨日の15時ぐらいの動画から、画質が、すごく綺麗になっているかと思います。なので、まあちょっとかなり見やすい動画に、まあこれからちょっとしていければなと思いますので、今までまあ720だったのが、 720p だったのが、1080になりましたということで、はい、ストレスなく見ていただければなと思います。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。ストレスは僕の声だけでいいですね。はい、じゃあ皆さんお疲れ様です。バイバイ。